ベノム、マーベルコミックスのヴィランですよね。スパイダーマンかなんかに出てくる。だからね、あの暗い映画を予測してましたよね。でミシェル・ウィリアムズとトム・ハーディですからね、当然こうヘビーな、ね、映画かなと思います。なんかこうドロドロしたエイリアンみたいなものが体に入ってきて寄生しちゃうんですよね。だからこう善と悪とこう戦うような、ね、体の中で。軽かったです。まずあの最初ですね、このトム・ハーディ演じる人はサンフランシスコのテレビのインディペンデントのレポーターなんですよね。でそのレポーターといってもなんかあの酒場で一日中ビールを飲んでいるようなね、全然だらしないにインテリじゃないレポーターなんです。まあ、それは良かったです。トム・ハーディなかなかよく演じていました。あのあら知ってる人が通っちゃいました。そしてあの中盤ですね、いよいよそのドロドロが迫ってくるんですけれども怖くないんですよね。マットな科学者かな、あのっていうか大企業のタイクーンなんですよ。それが怖くもクレイジーでもないんですよね。そしてサンフランシスコですから、あの派手なカーチェイスを予測するじゃないですか。そしたらあの それも大したことなかったです。でアクションシーンも他のアクションシーンも普通でした。そしてですね、終盤喜劇なんですよね。あ、ここからちょっとネタバレになるかもしれません。そのドロドロが入ってきて、トム・ハーディの中でなんか2人でねコメディやっちゃうわけですよ。でそのドロドロがトム・ハーディの元の彼女ミシェル・ウィリアムスを気に入っちゃって、トム・ハーディにああやれこうやれって言うんですよね。まあ、おかしかったです。まあ、結局私それでそのこの映画好きでした。でもね、このトム・ハーディとミシェル・ウィリアムスですから、最初はもうちょっとこうヘビーな映画を予定したんじゃないですかね。途中で方向転換したとか、まあね、それはそれでいいですけど、私そんなに思い入れがないですから。だけどなんかもうちょっとこうストレートなドラマチックなスーパーヒーローの映画を見たくなりますよね。